風俗嬢漫画家ですが、将来食べていけるか心配です。ああ、じゃあ、それ以外の仕事すればいいんじゃないですか？ 精神障害者です。これからウェブ制作の業界に障害者枠で就職しますが、働くけど、鴻上と周りからどのように見られるか教えてください。まず、障害者枠は、そこの枠を埋めないと、会社がペナルティーでお金を払わなきゃいけなくなるので、基本的にトラブルさえ起こさなければクビになることはありません。なので、仕事はそんなにできなくても大丈夫です。なので、要はニヤニヤして、周りの人に嫌われないようにして、で、普通に過ごしてるだけで食いっぱぐれることはないので、美味しい枠として人生楽しんでください。はい。お、ヨーグルト作り楽しいし美味しいです。何か他におすすめのものがあったら教えてください。僕、甘酒をたまに作ってました。お粥を炊いて、麹を入れて、で、1日ぐらい置いとくと甘酒になるんですけど、ただ、うちの、彼女というか、嫁さんが、甘酒の匂いが嫌いっていうのがあって、なかなか作らなくなってしまったんですけど、はい。スマホ水没させてライスパックしたことある？僕、スマホ水没させたことないっすね。25歳ノースキルニートです。ひろゆきさんなら何しますか？生活保護。海外の人に受ける日本文化って何ですか？腹切り切腹。アマゾンを背取りで月300万ぐらい稼いでますが、ただ商品を右から左に流してるだけの感覚なので、もっと生産性があるようなレベルの高い事業にしていきたいと思います。何かアイデアありませんか？別の仕事すれば。背取りで300万稼いで、で、生産性のある満足する仕事とやらを趣味でやればいいんじゃないの？なので、月300万あるんだったら、それはそれで続けて、で、余った時間で、別の趣味的ななんか、やりたい仕事をすればいいんじゃないでしょうか。甘酒は、アルコールは、甘酒っていう名前ですけど、アルコールはほとんど出ないので、酒税法的には大丈夫だと思います。26から大学遅いですよ。僕はそうは思わないですけどね。僕、同級生に60歳とかいましたよ。まあ、アメリカでしたけど。質問の仕方が悪かったです。大学受験に失敗しました。まあ、入れる大学があるんだったら入っといて仮面浪人して、次のいい大学に行くっていうパターンか、まあ、行ってみたら、要は、ちょっと頑張っていい大学に行っても大して変わんないんだったら、もうそのまま4年行けばいいし、で、どこにも受かってないんだったら、僕は大学行った方がいいと思うので、浪人した方がいいと思います。ヨーグルトメーカーで納豆を作れますよ。作ったことないですけど。お、ブーブーさん408円もらった。障害者最強だと思ってる人いるのか？そういう思考だとなってからきついよ。まあ、そうですね。それなりにこう、生活が大変なので、障害者という枠になって、なんかいろいろ優遇されるので、で、生まれた時から手足のない人って、それが当たり前だから気にならないんですけど、途中から障害者になった人って、やっぱりないということに、受け入れて順応するのに時間かかるので、そういう意味で、途中から障害者になった人って結構大変ですよね。乙武さんに手足がないのをかわいそうっていう感覚を持つ人って結構多いと思うんですけど、例えば腕3本生えてる人がすげえいっぱいいる国に行った時に、お前腕2本しかないの？不便じゃね？って言われた時に、で、別に僕日本で困ったことないからそんなに不便だと思わないよ。でもほら、3本あったらさ、飯食いながらなんかもう1個の手で別のことできるしさ、手の本数は多ければ多いほど便利じゃん。なので、日本ってやっぱ不便じゃないの？とか言われても、いや、そうかもしれないけど、僕日本で困ったことないしっていう感じだと思うのよ。なので、要は障害者と言われるそのジャンルというか、そのカテゴリーで、生まれた時からそうですよっていう人って、そんなに気にならないと思うんだよね。それで暮らしてきちゃってるから。でも、途中からさ、その腕3本で育った人が腕2本になりましたっていうのだと、飯食いながらなんかボタン止めらんないの？みたいな、っていう感じになって、結構不便を感じると思うんですよ。なので、途中から障害者の方がきついっすよっていうお話でした。はい。障害は不便ではあるけど、不幸ではないよ。5体満足で不幸な人世の中にいっぱいいるからね。なんだろうな。何をもって不幸と感じるか人によるので、例えばイケメンとか美人に生まれても不幸な人いるし、なんか生まれた時から親が金持ちみたいなところでも不幸な人はいるし、
なので不幸かどうかってあんまり状況と関係なくて、その人のものの考え方の割合の方が大きい気がするんですよね。周りのシステムが日本前提だから不便だろう。だからその日本前提っていう中で一本で暮らしてたとしたら、それが当たり前だから気にならないのよ。例えばさ、日本の社会ってイケメンとか美人が優遇される社会じゃないですか。でもひげおやじさんみたいなブサイクな人って、その周りの人からうわブサイクがいるとかデブがいるとか、その死んだ目を魚の目をしているとかって思われながら生きてきてるわけじゃん。でもそういう不便の中で彼は40いくつまで行ったんだけど、それはそれで彼は生きているわけじゃん。なので別にその不便ではなくて、それが当たり前っていう感覚になると思うんだよね。風俗業界に転職したいのですが、忙しいお店やグループによると思いますが、ひろゆきさんはどう思いますか。これはその何だろうな、従業員としてやるのか、そのサービスを異性に提供する人としてやるのか分かんないですけど、あんまり風俗業界に深入りしない方がいいと思いますけどね。それなりに給料がいい時代はあると思うんですけど、例えばその風俗って10年やったら給料どんどん下がっていくわけじゃないですか。要は若い人の方が見入りがいい業界なので、そうするとその一生懸命働いて経験とかスキルが上がったとしても、途中からその仕事ができなくなってしまうので、そこで稼いだスキルっていうか、その身につけたスキルとか能力って無駄になっちゃうんですよね。なのでその10年、お金は残ったけど結局お金以外何も残んなかったよねみたいなことになる可能性があるので、あんまり僕はおすすめしないですね。はい、すいません、ちょっと宝箱今開けてました。はい、風俗勧めてたじゃん。短期でお金稼ぐならいいのよ。要は今お金が必要です。なので短期で入ってお金もらいました、で辞めて他の仕事しました、全然いいんだけど、要はそこでずっとやってこうって思った場合に、風俗ってずっとやってけない仕事なんですよ。だってほら、異性にサービスを提供するのをさ、30年間とか続けられないじゃん。今20歳の人がじゃあ風俗入ってさ、その50歳になってもさ、20歳の時と同じ給料をもらえるかって絶対そんなわけないじゃん。なのであんまりおすすめはしないですよ。死んだ魚の目は光が黒目に映ってないからだと思う。そう思うんだったらひげおやじさんの顔をちゃんと見てください。彼は死んだ魚の目をしていますよ。26歳台湾の大学院に在学中の修士2年生です。修士号取得に3年かかりそうなのですが、日本の社会この学歴をプラスに捉えてくれるでしょうか。中国語を話せる人材が飽和状態になり、帰国してもメリットがないのではないかと不安です。社会ではなく会社によります。その要はその台湾にその行こうとしている会社だったら、その価値があるとみなすだろうし、台湾なんかどうでもいいと思ってる会社だったら価値を感じないので、社会がどうこうではなく、あなたが行こうとしている会社がどこなのかっていうことのが重要です。はい、でもシャープとか入ったら結構優遇されるんじゃないの今は。ごめんなさい、質問が悪かったのは男です。どっち、その男で異性にサービスを提供する方なのか、男で同性にサービスを提供する方なのか、そこの店をマネージメントする従業員なのか、3つあるじゃん。でそのどちらにせよ性的なサービスを提供する仕事は男だろうと女だろうと、で若い人の方が給料高いっていうのは一緒なので、そういう意味で返答はあんまり変わらないと思います。健康的で最高にケチな食生活を送るにはどうしたらよいでしょうか。農業すればいいんじゃないの。自分で育てて食ってればお金かかんないよ。フランスって花粉症あるの。ある人はあるんじゃない。僕はないから分かんないですけど。120円もらえた。ホストじゃね。ホストね、どうなんだろうね。ただホストの場合は話術っていうスキルがその収入に必要なスキルなんですけど、その話術っていうスキルはホストを辞めた後も使えるんですよ。なのでその性的なそのサービススキルが高いとは違って、話がうまいとか、その初対面の人と仲良くなれるとか、そういうスキルは他の仕事で営業とかやる時でも全然役に立つので、それだったら悪くないじゃないですか。地元国立大学に合格しました。将来を考えると浪人してでも地方より都内の有名私立の方がいい。株とかしたいです。国立大学行ってください。
私立大学に行くより国立大学をちゃんと卒業した方が全然価値が高いです。はい。なんだろうな。うん。多分そのメディアでその東京の私立大学の方がおしゃれみたいなイメージが出ちゃってるせいかもしれないですけど、あの会社の中で人を雇うときにその浪人して東京の私立よりも国立大学で、あ、こういうことを勉強したんだっていう人の方が評価が高いことがあるので、はい。